前回の続きからだよ。最北端のガソリンスタンドからですね。ここで給油すると、記念品がもらえるんですよね。そうだよ。貝殻で交通安全とか枯れたお守りがもらえるよ。去年ももらったんだけど、カウルボックスに入れてたら粉砕してたよ。今年のは大事にとっておくために対策したよ。じゃあ日本最北端から南下していくよ。陸上高野球場。どうすんだよこれ。いいとこはこっからだぞ。なんかもうフルコース料理で、スプーン持った途端に片付けられる感じじゃねえか。横に行けそうな道があるので、行ってみましょう。風景が良くなってきたよ。止まれそうなところで止まってみましょうか。どうせなら、白い道でも行ってみましょうか。ダートですね。大丈夫ですか？やばい。やっと白い道に来たよ。本当にやばい。すごい直線道路ですね。これは餌抜か線ですよね。そうだよ。ここはぜひ行ってほしいところだね。じゃあ走りに向かっていくよ。ここからだと 250km ほどですね。まあのんびり行くよ。いい風景ですね。北海道という感じです。広大な緑と乳牛の風景はとてものどかですね。その乳牛から、
作られたアイスは格別ですね。今年もおこっぺでアイスを食べたよ。このアイスは最高でしたよね。網走に着いたよ。明るいうちに着けたんですね。今日は600キロメートルほどですね。案外行けるもんだね。今日の宿に着いたよ。ここの東横には屋根付き駐車スペースがあるよ。ライダーにとってはありがたいですよね。それじゃあ夕ご飯に行くよ。ここの寿司を食べるために網走に来たよ。今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。